バリーさんは愛媛県今治市をイメージした PR マスコットキャラクターである。ゆるキャラグランプリ2012王者。当初バリーさんは今治市の印刷会社第一印刷が今治地方観光協会からホームページ用に何かキャラクター音の発注を受けて制作したキャラクターであった。バリーさんの他にブリッジ三兄弟、タオルン、焼き鳥を 今城さん、セレブ男子バリオさんといったキャラクターが観光協会に提案され、結果、バリーさんが採用されることになったが社内では、ブリッジ三兄弟が面白いと盛り上がったという。名前は、今治市のバリをもじって命名された。頭の王冠は、来島海峡大橋をイメージしたもの。原巻は、今治市名産のタオル地を使用し、日本一を誇る。 造船業をイメージする船の形をした財布を持っている。今治市は焼き鳥が有名ということから、バリーさん自身も焼き鳥好き。伊予ス助さんという友達がいる。犬を飼っており、名前は春。夢はいろんな人に今治の良さを知ってもらうことで、栄誉活動中。イラストを手掛けたのは、第一印刷デザイン担当社員。今治城や今治タオル。 来島海峡大橋などをモチーフとして、それぞれの特徴を醸し出すように視野にし、6番が目に浮かんだのがバリーさんだった。鳥らしいキャラクターにしたのは、焼き鳥が今治名物の一つだったからとのこと。なお、当初は、教会のホームページに乗るだけの役割だったため、第一印刷が商標を取って教会に貸し出すという、スタイルとなっている。 バリーさんのグッズやイベント等の管理などは、第一印刷のキャラクター事業部が行っている。当初は、観光協会のホームページ用のキャラクターだったが、スタッフの声もありアピールしていくことになった。知名度ゼロ、宣伝費ゼロからのスタートであり、ネットで今治を検索し、ブログで今治のことを書いている人がいたら、バリーさんの名前でコメントして、足跡を残したという。 ツイッターやブログ等での発信、県内外各地のイベント等への参加で認知されて人気を集めていき、2011年のゆるキャラグランプリ2011では熊門に次ぐ2位にランクインした。2010年には今治地方観光協会の初代観光大使、2012年には愛媛県の伊予観光大使に任命され、今治市や愛媛県の PR の役割も担っている。 2012年に出演した日本テレビのテレビ番組ガチガセでは熊門と相撲対決を行った際に巨体を生かして一気に押し出す必殺技バリーアタックで熊ク門を一瞬のうちに倒し話題を集めた。ゆるキャラグランプリ2012では県内各地や今治市の姉妹都市である尾道市などを訪問し応援を呼びかけた。県庁を訪れた際には 中村時広愛媛県知事やみキャン、ニャミヨから応援を約束され、愛媛県出身の声優、歌手の水木奈々などがバリーさんへの投票を呼びかけた。投票では開始時から1位をキープしつつ、ちょるるに僅差で迫られることもあったが、逃げ切ってグランプリを獲得した。ガチガセで披露した必殺技、バリーアタックによって人気を集めたが、 一般の参加者が参加するイベントでは、バリーアタックの疲労は危険なこともあり、断っている。今治市を本拠とするサッカークラブ FC 今治と関係が深く、同クラブのエンブレムには2014年までバリーさんが採用されていた。バリーサングッズの一部商標は第一印刷によって取得されており、著作権も第一印刷に帰属している。そのため、 商用グッズなどに使用する場合は、基本的にキャラクター使用量が発生する。ただし、公益目的の場合は、第一印刷の監修下で無償利用できる。タオルや文房具、ぬいぐるみ、菓子など様々な商品が販売されており、2012年7月の報道ではイラストなどを使用した関連グッズは70点に上っている。 関連商品は優勝した2012年11月には約100点。その後も企業からの問い合わせが殺到し、2013年4月末時点で契約段階も含めて250点余りに急増している。レターセットや弁当袋など今治限定の商品も作っており、今治市へ来てもらうようにしている。ありがとうございます。